はい、格闘オタクニュース、ゾウのニュースです。今回はライジントリガー試合動画速報についてです。まずメインカードから、萩原の強兵 VS 朝倉トップチームの金魚の糞係、どこでも掃除の戦いです。見どころとしては、178センチの萩原の強兵と、サバを呼んでいる171センチと変えている四頭身、どこでも掃除の戦いです。1ラウンド序盤から萩原恭平が詰めてきました。そこで前の朝倉未来戦と同じように庄司選手はニータップでテイクダウンします。正直ニータップはバックステップすれば防げるので、ここは改善点かなと思います。しかし今回は庄司選手はもともとバンタム級の選手で、パワーもミックンと違ってなく、体重も66キロだったのでしのぎました。そして萩原恭平選手は強烈なカーブキック、右ストレート、膝などを庄司選手に打ち込んできました。そこで恭平選手のパンチのカウンターにまたタックルを庄司選手は合わせました。そこでまたタックルからスクランブルの展開になるのですが、今回は柔術家岩崎さんの的確な指示があったため、なんとか立ち、また打撃戦に戻りました。そして1ラウンド終了間際、打撃の展開で打ち合いが続きます。そこでどこでも庄司のフックも入っていましたが、打撃の攻防で恭平選手が圧倒しました。タックルでポイントを取られた部分もありますが、1ラウンドはダメージで萩原恭平選手が有利に進めました。次に2ラウンドに入ります。2ラウンドで入れたものの、萩原恭平選手は重いカーフキックをどんどん打ってきました。しかし膝蹴りも連発していた萩原恭平選手ですが、そちらの膝を庄司選手が抱え、そのままテイクダウンしました。そこからまたスクランブルになるものの、打撃の展開に戻りました。そこからは肘、フック、アッパーと萩原恭平選手が少し庄司選手よりも長いリーチを生かして、縦の攻撃ではなく横の攻撃も入れていき、最後に庄司選手が入ってきたところに打ち下ろしの右ストレートでダウンを取りました。そのままサッカーボールキックを顔面に入れ、レフリーストップとなりました。きっちりとメインカードを締めた萩原の恭平選手でした。やはり打撃はかなりのスキル、パワーを持っているのですが、寝技組み技にまだまだ課題が残るようです。そして今回は5日前にメバチコをもらってしまったそうで、それで右目が腫れてた、左目が腫れてたそうです。で、また年末暇してるそうなので、大晦日会社が休みのドミネーター選手に喧嘩を打っていました。来人大晦日のアンダーグラウンドの恭平選手と、大学院卒一流企業のマイホームパパドミネーター選手の試合が見れるのではないでしょうか。次に行きます。次、セミメインですが、天然猫好き、激強色黒おじさんストラッサーキイチ選手 VS ブレイブのおじさん川中さんの試合です。プチ情報ですが、今回飼い猫のポンタンとヤマトが闘病中だそうです。まず1ラウンド、オーソドックスのストラッサー対戦に対してサウスポーの川中選手が対峙します。サウスポー対策として、ストラッサー選手はセオリーとして右ミドル、右ストレートを強烈なものを当てていきます。その中、川中さんがテイクダウンを取り、マウントに移行するも逆にテイクダウンを取られてしまいます。その中でストラッサーキイチ選手はマウントを取り、必殺技の肩固めに行くんですけども、決めかけたところでブリッジでしのぎスイープしました。そんな中、スイープした後焦った川中さんが大振りのパンチを打ったところ、そこにストラッサー選手が冷静にカウンターの右フックを当て、そこからは正確なワンツーフックを当てダウンを取り、パウンドからまたまた肩固めで決め、あっさりと一本勝ちしました。盤石の強さを見せたネコラッサー広志選手でした。マイクパフォーマンスはしかしいまいちでした。ウェルター級戦線のことについた後に、娘へのマイクパピールでパパも頑張ったと言ったのですが、闘病中のネコちゃんポンタンとヤマト選手はスルーでした。ネコラッサー広志の流すとあります。次の試合です。こちらがディープ王者住村隆一郎35歳 VS 木下優作21歳の戦いです。木下選手はデビュー1年で4勝0敗、すべて1ラウンド勝利と激強の21歳、見た目は昭和の悪役レスラー顔、ラッシャー木下です。こちら1ラウンドから大曽の住村選手 VS サウスポーの木下選手でした。木下選手はビビラルプラッシャーをかけていき、左ミドル、左のストレート、三日月蹴り、右フック、左ボディストレートとサウスポーのセオリー通り攻めていき、余裕まで見せていました。そして関節蹴りなどを攻撃の幅を広げていったところ、住村選手はフェイントに反応しすぎる嫌いがありました。終始
木下選手の方が優勢に1ラウンドは進めました。デビュー1年目とは思えない21歳の若者ぶりでした。2ラウンドに入っても左ミドル、左ボディ、三日月などを積極的に打っていったのがラッシャー木下です。最後はスイッチ気味に打った逆ワンツーでダウンを取り、そのまま踏みつけで失神 KO でラッシャー木下が劇的な勝利を挙げました。ここで面白かったのが、試合途中にセコンドについていたおしゃべり工事のセコンドの声が入ってきました。顎を引け、気持ちを強くと素人丸出しのセコンドぶりで、もちろん住村選手は負けました。昭和の悪役レスラー顔、21歳ピチピチのラッシャー木下選手が鮮烈のライジンデビューでしたが、実はこれには味噌がつきまして、金網を持ったまま踏みつけを行ったということで、なんとラッシャー木下選手は失格負けとなりました。さすがの悪役ぶりです。これで悪役にも箔がついたのではないでしょうか。ただ激強なのは間違いない21歳のラッシャー木下でした。次の試合です。次の試合がウオイフルスイング vs シアン選手です。これはウオイフルスイング選手がフルスイングの左フックを当て、カウンターのフルスイングからサッカーボールキックでフルスイングし、鮮烈 KO 勝ちしました。そして試合自体はフルスイングで激走したのですが、マイクはテンパってしまい、何もあまり言えずハーフスイング止まりでした。また今回、また誰に言われたのかわからないんですが、奥田圭介選手が出ていました。0勝3敗と MMA 全敗の奥田圭介選手ですが、今回も秒殺されました。プロレスラーは弱いんですと逆桜庭状態の奥田圭介選手でした。もうプロレスラーを辞めて MMA のかませぬ専門選手になればいいかもしれません。今回 KG で行われたライジンですが、とてもエクサイティングで面白かったのではないでしょうか。リングをやめて刑事にしてほしいものです。以上となります。どうもありがとうございました。毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。